じゃあいただきますまさか進学まで諦めるなんてお父さんは萌のこともう少し大人だと思ってたけどなもう私決めたの。 私は高校にも大学にも行かないで一生ここで暮らすってじゃあ高校を卒業してから月夜野に戻ってくればいいじゃない。い詐欺の里にだって仕事はいっぱいあるんだから。受験が嫌なのかい訳を話してくれないかななんだか正直言ってもう自信ないの自信とか。 やる気とか希望とか全然ないお父さんよく人は自分の思いのままに生きていける思いの強さがあれば思った通りの自分になれるって言ってたじゃない失敗を続ける人はそんな自分が好きなんだし悩み続ける人は悩むことが好きなんだだから強い自分を信じて生きていけば 人は本当に強くなれるどんな思いでもいつかは実現させられるってだからって萌はお父さんのことを嘘つきだとは思わないだろう思うわけないじゃないでもね追い続けた夢が意外に簡単に壊れてしまうこともあるんだなって壊れてしまったあとはなんだか悲しすぎてさ あのね息をしているだけで憂鬱で関節が痛くなったりか関節あなたの学力なら高校に入ることはそんなに難しい夢ではないんじゃないうんそれに学歴なんて社会に出ていくためにどうしても必要なものではないし。 萌のような子は上の学校に進まなくても自然に教養を身につけることができると思うよただし今の萌が考えていることを萌自身がもう少し整理するための時間を持たなければきっと後悔するような結果になってしまうんじゃないかなでもお父さんたちはずるいってばえそれはちょっと心外だな だって私が悩んでることなんてお父さんたち大人の世界ではもうとっくに結論が出ていることばかりなんでしょう なんで働きアリさんは文句も言わずに毎日毎日ジョウアリのために働き続けるのかしらそんなことわかんないよへへー調べは知ってるんだそれはジョウアリがこの巣の中でたった一人の女の子だからよ。 それは黄色い可憐な花を用いたとっても可愛らしい作りかけの押し花だった。 ねえぼくくんは将来どんな職業に就きたいと思うえ僕ぼくはね考え中たこ揚げって難しいかいとにかくもっともっと高く上げておくれそうしたらこの工房の窓からもきっと見えるはずなんだから。 友人池でキャンプしてるお姉さんってなかなか面白い人なんだ僕もああいうリリカルな大人になりたいな何それリリカルって美味しいの試合前に虫の背中を叩いて虫の相撲も人の相撲と同じで。 勝てば勝つほど強くなるんだぜ試合の前に土俵の上で虫の背中を叩いてみなそうすると虫が怒って強くなるんだでもあんまり叩いたらスタミナが減りすぎて逆効果なんだけどさ なにもいないや。 はい、今日の遊び時間は終了。もう晩ご飯ができています。じゃあ、いただきます。いただきます。 ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ユウサクさん、母さん、お風呂を借りに来ました。母さん、夜分失礼します。いいのよ。自分の家だと思ってゆっくり入っていってね。ありがとうございます。よ、ボクくん、お誕生日席じゃないのやる。 やるなんだかそわそわきょうのばんごはんはとんかつたまごどうふあさりのさかむしととれたてのそら豆でした。 ふうどうしたの僕くんの年ならまだお父さんやお母さんって完璧な存在だろ意味よく分かんないよおじさんにとっての両親っていうのは少なくともおじさんが30歳を過ぎるまで人間的な欠陥とか大きなまやかしなんかを見つけることができなかったある意味完璧に近い存在だったんだでも今度はおじさんが親をやる番になったら なんと十五の娘に正面突破されちゃったってわけ負けちゃったのそうかもしれないなでも親なんていつの時代でもこんなものなのかなねえテレビ本当に三チャンネルしかないのえあんたのところはもっとたくさんあるの これでもチャンネル増えたんだけどな 誰かしらごめんなさい、入ってますよ。あら、誰かしら。ごめんなさい、入ってますよ。 今日は縁側を吹き抜ける風までなんだか中途半端だな お姉ちゃんってひどく残酷な性格なんだなんではあ <laughs> 正直すぎるんだなどうすればいいんだろうどうすればいいんだろう